元気 VS 山田小太郎。シーザー事務所属シュートボクシング日本フェザー級5位山田小太郎。シュートボクシング日本フェザー級3位元気なお、この試合第1試合の青コーナー山田小太郎選手には三島屋様、奥山様、七瀬様から激励賞が届いております。2021 Act 3、本日の第1試合、エキスパートクラス特別ルール3分3ラウンド、無制限延長ラウンド、青コーナー、シュートボクシング日本フェザー級5位、山田小太郎。赤コーナー、シュートボクシング日本フェザー級3位、元気。さあ第1試合始まります。エキスパートクラス特別ルール3分3ラウンド無制限延長ラウンドで行われます。この試合 SB 日本フェザー級3位元気対元 SB 日本フェザー級5位は山田小太郎でございます、はい、さあ第1ラウンドゴングになりました。小太郎は元気ですね今回ね。そうですね、うん、前回ちょっとね初めて負けてしまったっていうので ね再起戦なので、はい、まあでもそれにしてはすごい元気選手を当てたのだ当てたんだなっていうふうにちょっと、ね、はい思いますね。なかなか一つねいいぐらいのマッチメイクをして自信を持たせてその次になんていう考え方をしないマッチメイクがですね、そうですね、シュートボクシングのこの若手にかける思いが伝わってまいります。さあどうですかね。元気はでももうねキャリアも重ねていますし、そうですね、この辺でね若造に負けるわけにはいかねえぞっていうところはあるでしょうね。はい、でまあこれ勝ったらね本当に次期挑戦者、はい、3度目のタイトルに挑戦っていうね元気さんも、はい、本当に元気選手もその野望を持ってこの戦いやっぱ負けられないっていう気持ちがあると思うので、お互い、別の意味、いろんな目標の中で負けられない戦、まあ、誰でも同じなんですけどね、第1試合からこういうテーマの濃いマッチメイクが行われております。そうですね、このシュートボクサー同士の戦いっていうのがまた久しぶりに感じて楽しいですね。あ、なるほど、そうですね。さあ序盤、まだ小さい内股のローキックなりジャブなり、小さい攻撃様子を伺う両者でございますが、はい、ただ小太郎はね例えば相手が入ってくればそれに対してもガンガン打ち合いますし、はい、でもスイッチが自分から入れるよりもこの相手主導でガン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 と始まるとね、そうですね、止まらなくなる、だから止まらなくなるところで逆にカウンターを取られたりね、そうですね、することもありますけれども、はい、どうですか普段の小太郎の練習なんかで感じるところありますか。まあ、正直ですね、もうまあ本当に性格がまっすぐな純粋な子なので、まあ、それが本当に戦い方にすごく出ているっていう感じですね。いい面もね、そうですね、そういい面もあるんですけど、その正直なところはね、バレやすいというかね、そう村田清君とかもそうですけど、ね、あの正直なんですよ ね、 すよね、いい人なんですね、いい人なんです。特に強い人はみんな悪い人っていうね、定説もあったりしますけど、レナさんじゃあ相当強いんで悪い人、やっぱ悪い人いやそん、まあ、ちょっと性格悪いかなぐらいの感じ、ね、はい、さあそこから生まれる今日の毒舌解説も楽しみにしていただきたいところですが、元気が大きいバックハンドブロー、ちょっとローブロー気になりますね。まあ、ちょっと距離感的に山田小太郎が感じ当て出しているので、はい、そうですね、ちょっとずつ展開が、ボディのストレートから左のフックは小太郎、さあラスト10秒の標識が鳴りました。右のクロス、このこれシーザージムはこの右のこのショートクロスっていうのは何か特別に教えてる人いるんですか。みんななんか右のクロスをバチッと使うけどどうなんですかね、やっぱり先輩が使ってるとやっぱり見て覚えるじゃないですか。なるほど、あ、そういうことか。あ、なるほど、ね、あると思いますね。なんかみんなこういうクロスをね、はい、使うんで、なんか ダムさんかわからないけど、誰かこの右のクロスを専門に教える人がいるのかなって いないです、感じでね、はい、
思いましたけど、さあ1ラウンド終わり第2ラウンドが始まるインターバルでございますが、でももうこの小太郎にも肩書きがついておりまして、日本フェザー級も5位ですよランキング、ね、で元気が3位ですからね、はい、まあ、その辺を考えるともう、なんかほら少年時代から、小太郎くんたちは見てきましたけど、はい、立派なプロ選手に、だからセコンドに同じ顔した人がいますから、でこれでまた僕らも分かんない、ね、僕らっていうか僕は分かんなくなるんですけど、セコンドについての弟ですね、そう弟ですね、さあ第2ラウンドです。小太郎はやっぱりパンチ主体から蹴りにつなぐタイプですね。そうですね。でそれに対して元気がまあ今迎え撃ってる状態ですけども、あまり後手に回ると小太郎のペースに回ってしまいます。まあ、いつもジュースさんのその良さっていうのがちょっと1ラウンド見れなかったですね。やっぱり手数が多くてテンポがいいっていうのがジュースさんのすごいいいところというか、そういう戦いのスタイルなのかなというふうに思ってるので、はいはい、まあ、それがなかなか手数がやっぱ小太郎の方が今は多いかなっていうふうに思いますね。そうですね、その辺はやっぱり、元気もやりにくさを少し感じているということですか。そうですね、やっぱりちょっとフック系もらうのが多いですね、左フックが。そうですね。さあこのパンチの距離の中、時折、蹴り高い蹴りも交えるのは小太郎です。右のボディ、先ほど第1ラウンドは右のこのボディから左のフックがヒットしました。さあ右のミドルキック、小太郎の攻撃が続きます。元気は左のジャブで距離を保とうと、お互いジャブのやり合いですね。そうですねお、さあボクシング展開が進んでおります。まあ、やっぱりお互いね、パンチで今小太郎が仕掛けると元気も同じようにこのパンチの展開でこのパンチの間合いでね、はい、戦っていきますけれども、これ何かどちらかがこう目先を変えていくと新しい展開が生まれると思うんです。あ、さあ先に突破を乱すのはどちらでしょうか。小太郎は少し鼻から出血が見られるんでしょうかね。細かい、元気のジャブが当たっております。うん、やっぱりこの辺はうまいですね。やっぱり、ね、やっぱりちょっとまっすぐね、すごく綺麗なストレートジャブを打ちます。少しね、そうですね、小太郎ちょっともうちょっと足欲しいですね。足技欲しいですよね。パンチもちろんパンチ主体の攻撃がいいんですけれども、足技がないとこの元気の距離感というのはすごくおというところで、入りはこれフックと当てていたのは小太郎です。そうですね、間合いを取るジャブは元気さんすごくいいんですけど、やっぱりちょっと打ち合いになると山田小太郎の方が具があるのかなというふうに今思いますね。そうですね、その元気選手のこのジャブから先の攻撃が続かないですね。逆にこのジャブから先で間合いが詰まった時の小太郎の返しの方が若干足までつながるのかというところです。じゃあこのジャブをどうやってあれその、攻略するのかっていうところが、まあ、小太郎の課題ですね。そうですね、まあ、なかなかねこの試合中にね、攻略はなかなか難しいですよね。うん、そう、まあその攻略が難しいところで、この今、今日これ東京に行っただろうというようなこのつるつるのですね、ダムさんがさあどうだという、もう2ラウンド終わったとさ、あと1ラウンドしかありませんよと、はい、次のラウンドはどうするか、お前は勝つにはどうしたらいいんだ、まあ、こういうことを言ってると思うんですけれども、はい、これ稲田さんがこれセコンドにいるならば、はい、この3ラウンドはどうしろと言いますか、小太郎に対しては。そうですね、まあ、とりあえずジャブを受けた鼻血が出てるので、そのジャブをもうどうにかしろっていう、まあ、パリングで、まあ、ローキック返すなり、まあ、ミドルで止めるのか、まあ、前蹴りなのかで、まあ、カウンター合わせるのか、まあ、その 2,3 そうですね、2パターン3パターンをもう繰り返せっていう。なるほどなるほど、まあ、あとは持ち合いになったりとかになるともう小太郎の方が今のところいいので、はい、そこはもう任せて、そのジャブの対策だけはしますね。そうですね、さあそのコートエがここからバルコニーからの声が聞こえているか、小太郎第3ラウンドに注目です。まあ、もちろんあの元気陣営もねこの1分間で勝つための戦略を授けられているでしょうから、さあこの3ラウンドの動き、おー右の、うん、
ショートで入りましたね。いやいいですね。さあゴンデムただ元気はちょっともしかしたら、このラウンド行かないと負けるぞというような技術を飛ばされている可能性もありますので、そうですね、その辺は前に出てくるのかと。さあ男性この3ラウンドは前に出なければいけませんが、お互いです。前に詰める小太郎、そしてじりじり後ろに下がりますが、元気、その技をもらった後の返しがつながりません。さあ足を一本取る、はい、あちしました。さあ終始このジャブからの、ね、展開が終始3ラウンド今続いているところですけれども、はい、その先に、ね、持ちたいですね。若干ちょっと山田の小太郎の出血が、鼻からの出血が多量になってきましたが、ジャブストレートがすごくいい、ね、まあジャブストレート、おー、さあ危ない、さあさあ、さあこの今先に仕掛けたのは元気でしたが、カウンターを取ったのは、逆に小太郎でした。若干足がもつれたか元気、今行きたいですね小太郎は。今行きたいですね。さあ先に、突破口を見出すのはどちらの選手なのかと言い続けておりますが、もうじきラスト1分の時間を迎えようとしております。お、まあ、初めて組みましたが、ここで投げの展開もありますよ。まあでも逆に言えばこの1分で1本ポーンと投げれば勝ちですね。それがシュートボクシングもありますが、逆になんなら後方へ投げて2ポイントだったらもうね、もう反対の選手も KO するしかなくなりますからね。さあそんなスリリングな展開もあるのか。さあ45秒になろうとしております。ストレートは小太郎、さあ低く構えて、元気の前進を待ち受けるのか。元気も無理やり出てきてるから、ちょっと顔が上がってるのね。ここちょっと逆にカウンター危ないところ、さっきも一発もらったところです。もうちょっと頭を下げていきたい。20秒です。右の服、こういう場面が怖いですね。今のはお互い怖い場面です。さあ15秒、さあラスト15秒、どちらが先に当てることができるのか。おお、いいパンチ右が出ましたよ。またさあラストラスト、さあ決定打には至りませんが、ここで3ラウンドボンク。今ねラスト1分ぐらいのところですごくいい、フィット、バチンとねいいの当てましたけれども、お互いねこのラウンドどうでしょうかね。このラウンド、そうですね、うわこのラウンドもちょっとわかんないですね。まあ、お互いいいなって言ってたけど、まあ、ちょっと印象的にねボンって当てたのは、まあ、最後のインパクトとか印象っていうのは大きく残るので、はいはい、その辺ではと思うけど、まあ、ちょっとふらついた場面もありましたし、まあ、2ラウンドでしたけど、元気さんが足元、そこを1ポイント拾っていれば固くジャッジ千山29とかなのかな、どうでしょう。29対29ドロー、うん、お1人はドローですね。ジャッジ茂木29対30青山田、うん、ジャッジ若林山田を支持、29対30青山田小太郎、あやって、まあ、僅差ですね。僅差ですけれども山田小太郎壁ではあったなっていうのは確実